市議の恩返し米は東岡干潟がラムサール条約に登録されたことから干潟近くの水田で環境に優しい米作りをしてブランド化を図ろうと2017年から佐賀市や地元の農家、企業、大学などが連携し実証実験を行っているプロジェクトで今年で4年目になります。品種は夢しずくで今年は下水処理の汚泥から作った肥料や菜種油かすなどを活用し去年のおよそ 2.4 倍にあたる2ヘクタールで栽培しています。実証実験をしてですね、ある程度のこう形は見えてきましたので、これからはそれを生産者に対してですね、どういう形でこう作ってもらえるようなですね、あのあれ形を作っていくかというのがですね、あのここ2年間の課題だと思います。実証実験は来年度で終了し、再来年度からは地元の農家が栽培することになります。市議の恩返し米は佐賀空港や佐賀レトロ館などで販売されていて、今年度は9000キロの販売を目標としています。